秋鮭の白子のムニエルですね。揚げようと思ったけど、揚げる油がもったいないのでムニエルにしました。白子をですね、洗って匂いを取って血管を取り除いて、一口大ぐらいの大きさですね、カットしていって、塩と胡椒、小麦粉をつけて多めの油で炒めるんですね。揚げるんじゃなくて炒める。で、こうきつね色ぐらいに揚げたら、焼いたら、それで出来上がりですね。別にね、匂ってもそんなに匂いなかったので、これ新鮮なうちだったら別に水につけなくてもいいと思いますよ、白子は。こんな感じです。ビールのおつまみにどうぞ。レモン絞って美味しいですよ。醤油でもいい。